北山道駅は東京都渋谷区千長谷4丁目にある東京地下鉄福都新線の駅である。駅番号は F14?13 号線の計画当初、明治通り千長谷地区に駅が設置される予定はなかったが、渋谷区などの要望によって1999年5月に設置許可がなされて設置が実現した。駅名の仮称は新谷であったが近隣にある。 明治神宮の北山道や明治通りの北山道交差点から北山道駅の名称が採用された。なお、北山道の交差点下には2000年に開通した都営地下鉄大江戸線が通っているが、代々木駅との距離が近いため乗り換え駅は新設されなかった。明治通りから明治神宮の北山道鳥居まで続く道はかつて表山道に対して裏山道と呼ばれていた。 また、北三道交差点はかつてロータリー交差点となっており、ロータリーの中央には大きな欅の木があって、風情を添えていたが、首都高速道路4号新宿線の建設や、交通量の増加などから、現在の状態に改められた。島式ホーム1面2線を有する地下駅。明治通りの直下、仙ヶ谷3丁目西交差点付近に位置する。駅は、 地表から約16メートルと福都新線の新規開業区間では浅いところにある。開業当初からスイッチ製作の発車メロディを使用している。曲は1番線がぐるぐる、2番線がフラット散歩にである。2020年度の1日平均乗降人員は17,386人であり、東京メトロ全130駅中119位。 開業以来の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通りである。駅西方に、明治神宮があり、少し離れて北東方には、新宿巨園東方には、明治神宮外苑がある。アパレルメーカーなどの事業所やマンションが、比較的多く立地する。当駅は乗り換え駅ではないが、代々木駅までは一番出入り口から徒歩5分程度である。ヶ谷駅も、 徒歩10分程度の距離である。北側の出入り口南側の出入り口。IBF プランニングビル内。都営バスとコミュニティバス。八甲バスのバス停留所が近くにある。北三道停留所北三道交差点停留所。ありがとうございます。